ドジャースのジャック・フラハティ投手が、大谷翔平投手が見せる普段の様子を明かしている。米デジタルケーブル衛星テレビネットワーク、ファンデュエル TV の番組、ラン・イット・バックに出演したフラハティは、女性司会者から、彼、大谷はどんな感じなのと問われると、本当にリラックスしていて、英語もとてもうまいと答えた。女性司会者が、大谷は、物静かで、 打席に立つ時は平然としていて表情を全く変えないようだけれど、誕生日パーティーなんかにも行くの、誰かをおごったりとかする、と尋ねると、フラハティは深く頷いた、メッツとのシリーズ中にニューヨークで一緒に夕食に出ました。たまたま僕の誕生日だったんですが、チーム全員での夕食会でした。章も山本も二人とも来た、彼、大谷、 は、ヤンキース戦の前の回には来なかったんです。肩を脱臼した直後だったから。ですが、僕らがニューヨークに行った時は彼が支払ってくれました。大谷がチーム全員の夕食代金を出したとフラハティは明かすと、彼は本当にリラックスしていて、英語もとてもうまい。こちらに来てからの仕事量を考えると、見事です。試合中でも彼が緊張していることは一度もないと続けた。 フラハティは気になって、プレイオフ最初の試合の前に聞いてみたんです。ショー緊張してる。って、そうしたら、してないよ、と言って、その日当番する山本を指さして、彼は緊張してるね、と言ったんだと番組で明かした。そのエピソードを聞いたスタジオではすぐさま笑いが起きた。続けて、君たち投手陣は緊張するだろうけど、 僕は緊張していないって言ってましたとフラハティは語り、プレイオフで起きた舞台裏を明かした。